はいどうも、ズノギです。というわけで今回はですね、通信で遊ぶのみんなでバトルのゲームをやっていきたいと考えているんですけども、今回はね、ちょっとね、テンションが低いので、私、いつもみたいな感じで叫んだりはできない。色違いなだけや、はぁさあやっていきましょう。ニューニュースーパーマリオブラザーズ1-1。いいね、なんか面白いな。ニューニューっていうことは、新進っていうことね。うわ、新しい。いや、でもなんか、ワールドやから、なんか、そこまで新しい感じせえへんけどな。ニュースーパー U とかやったらわかるけどもさ、3D ワールドとかやったら。まあ、新しいなって感じやけども、これ 3D ワールドやったらさ、ちょっとどうかわか、あ、落ち着いていこう。落ち着いていった方がいい、絶対。なんかどっかでさ、ミスったりするかもしらんから。ほんとに、絶対さ、これ、誰かミスってるって、全員ミスってるから、ほんとに。大丈夫。安心して、行きましょう。なんでお前豆クリーボー、お前、これあんまり上手い人おらんぞ。今回のキャラたち、今回の皆さんと当たったかの感じ、多分あれやな。あんまり上手い人がいない感じやな。オッケーオッケー。これは勝ち目ある。でって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 、たららってーって。ちゃうねん。さあやっていきましょう。マリオメーカーラレースウェイ。3D ワールドは最近ね、結構ね、使ったから慣れてきてるよ、ほんとに。慣れてきつつあるから。とりあえずこれ僕当たりじゃない？当たりなんじゃない？もしかしたら、当たりじゃない。全然当たりじゃない。ここは全然当たりじゃない。さあ、お次はこのコース。ボム、オムバー、ワー、パワーブロック。というわけで、なんかこれ日本の方さ、当たらんねんな、マジで。青キノピオでやっていきますけども、コインを100枚以上取ってから、これは大事ですね。オッケーオッケー。で、コインが結構そこら辺にあるから、待って、これと絶対取った方がいいやろ。うわ、マジかよ、ちょっと待って。なんでお前ら取んのうまいね、そんなに。なんでそんなに取んのうまいねん、ほんとに。ちょ、オッケーオッケー。これでまあ、とりあえず、突っ込んでったらいいやろ。突っ込んでったら多分あいつらが勝手に。コインをゲットしてるんじゃない？コインをゲット、なんで僕取られんかった今。お前に取られたんじゃない？もしかして。おい、待って、俺が取る。うわあ、乗らせてしまった。オッケー、マリオは死んでる。マリオはいつの間にか死んでたから、オッケーオッケー。急げやん。あ、これで、ね、とりあえず50枚取ったら。待って、ここむずい。ここむずい。オッケーオッケーオッケー。いやあ、マジかよ、止まる。危ない。オッケーオッケー。よし。とりあえずこれで進んでって進ん、待ってなんかあんねんけど、これどうすればいい？どうすればいい？とりあえずさ、これ、クッパー塗った時にこれすればいいんじゃないかなと思ったけど、そんなことなかったか。待って、これさ、倒さなくてもいいんじゃない？もし誰かがコインをさ、集めてくれればいけるんじゃない？コインを集めてくれれば。だがしかし。うわー、マジか！オッケーオッケー！さあ、俺倒したからこれで、はぁ？意味ないやん！マジかこれ。ちょっと。はい。やった！俺が行ったぞ！俺が行ったから、とりあえずこれで、俺がこのまま行けば、勝つ！行くぞ！オッケー！はい！危ねえ。全然喋れてなかったけど、勝った！オーケー！え、これ誰が勝ったことになってる？僕やんな？うん、僕やんな？オッケー。旗が僕のマークになってるから、よーし！久々になんか、You Win の、この文字を見たわ、ほんとによ。何回もお蔵入りになってるから、ほんとに。さあ、やっていきましょう。ザ・スマート・タート。というわけで、やっていきましょう。謎解きって書いてたな。謎解き系はさ、みんなでバトル系に向いてないから、あんまりやねんなって思いつつも、でもまあ、謎解きは普通に好きやから、まあいいでしょ。OK。最初にゴールしたもんが勝ち。OK。条件付きのところがさ、一番ちょっと僕苦手やねんな、ほんとに。条件つけられてんの一番嫌やねん。とりあえず謎解きって言ってたから、まあ安心していったらいいんじゃない？安心していきましょう。オッケー。あ、これ当たりじゃない？うわあめっちゃアホ。めっちゃアホな感じだったけど。オッケー。あ、なんか、当たりなんじゃない？もしかしたら。これはちょっと期待を抱いてよくなーい。とりあえずこれ行って。行こう。ゴリ予想。オッケー。いや、いける！勝ったー謎解きとは？なあ、謎解きではなかったぞ。負けました。ありがとうございました。勝ちました。私勝ちました。気にしないで腹立つ一番腹立つやろ。やったー、バトルランクアップ、ランク C になりました。皆様の応援のおかげですね。本当に僕はね、もう皆様の応援の声がすごく聞こえました。本当にもう耳元で叫ぶぐらい聞こえました。さあ、というわけで今回はこのぐらいにしておきたいと思います。ランク C になったんでね、本当にもう僕はまあ大満足の回でしたね。はい、
というわけで、まあ次からはね、ランク D たちとは当たらずに、多分ランク C のね、ちょっと上位の人ら。まあ僕的にはね、ちょっとランク D の人たちはぬるかったかなと感じましたね、本当に。うざすぎる。本当にやめとけ。本当に嫌われるからやめとけ。というわけで、ゾロギでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。はい。